スーパーソニック遥か空へと吹くエクソソンの命の鼓動が聞こえるか。トランスフォーム、トランスフォーム、一つカーンロボット、カーンロボット、カーンロボット、サイバートロン。ファイヤー、最後の戦い、ファイヤーコンボイ。うわなんだこのパワーは。わしの体内では今デビルスパワーとブレイブマキシマスのサイバトロンパワーが一つになっている。この星の重力を自在に操るなどたやすいことだ。こいつはひどい。ファイヤーコンボイ、大丈夫か。大丈夫だ、これくらい自力でなんとかなる。苦しいか、ファイヤーコンボ。ならばその苦しみを消してやろう。完全なスクラップにすることでな。ブラックコンボイ、バルディガス、やつらあの地熱パワーから生き延びていたのか。まだデビルギガトロンに忠誠を誓うのか。あれほどの仕打ちを受けながら。だからこそファイヤーコンボイ、お前を倒してもう一度認めていただくのだ。何を言っても無駄か。やつの心はデビルギガトロンに完全に操られている。愚かな子ほど可愛いという。ブラックコンボイ、コンバットロン、見事ファイヤーコンボイを倒してみせよう。今一度宇宙支配の部下として考えてやるぞ。ありがたき幸せ。行くぞバルディガス。ブラックコンボイめ、デビルギガトロン様のためにとことん戦おうという意志はライバルながらあっぱれあっぱれ。どないしまんねんな、ゲルシャーク。我々もこの辺で手柄を立てておかんと差をつけられるばかりだ。私たちも早く攻撃しましょうよ。いや、もうしばらく脇から見ていてとどめを刺すところで割り込むんだ。セコー。おお、ゲルシャーク、お前たちも無事だったのか。しまった、見つかってしまった。あ、はい、デビルギガトロン様、おかげさまでなんとか。ゲルシャーク、ファイヤーコンボイはブラックコンボイに任せて、お前たちは残りのサイバトロンどもを始末しろ。え、みんな、ファイヤーコンボイを助けるんだ。スピードブレーカー一人に任せてはおけんな。うん、よし、みんな俺に続くんだ。
死総出演じゃないですか。どうするキヨ、こうなったらやるっておまへんで。もう少し様子を見ているつもりだったが、デビルギガトロン様が上から見張ってるし、ブツブツ言ってても仕方がない。この際やるしかないか。下尺変身、ほら行くぞみんな。ゲルシャーク軍団の底力見せてやるんだ。しゃー、うわっ、うわっ、うわっ。なんでいつも最後はこうなるんだ。いいから静かにしてよ。恥ずかしゅうて顔も上げられへんで。無念だ。よし、奴らをファイヤーコンボイから引き離すんだ。所詮サイバトロンを無理やりデストロンガーに仕立てた者どもでは、あれが限界か。サイバトロンども、遊びの時間はここまでだ。デビルスピー。行かなくてな。やめろ、私をみんなのところへ戻してくれ。ほんと聞き分けがないぜ。逃げても無駄だぞファイヤーコンボイ。お前の部下はわしの手の中に囚われているんだ。部下を見捨てるのかファイヤーコンボイ。いいだろう、今からこいつらのエネルギーを順番に吸い取ってやる。そんだけエネルギーを溜め込めばもう十分だろう。この星の全ての子供たちを意のままに操り、我が配下に置くためにはエネルギーはいくらあっても足りんぐらいだ。させるか。子供たちを操るために俺たちのエネルギーを使うなんてこと。ゴッドマグナス、私にはサイバトロンの司令官として地球を守るために部下たちの先頭に立つ義務がある。その体でか。ああ、今の私は一人では戦えない。分かっているんならおとなしく休んでろ。しかし時間がないのだ、ゴッドマグナス。最後の頼みだ、私に力を貸してくれ。おやおや、俺に頼み事をするなんて思った以上に重傷だな。ゴッドマグナス、今度の戦いで我々は二度とセイバートロン星には戻れないかもしれない。しかし最強のパワーを手に入れたデビルギガトロンを倒すにはこの方法しかないんだ。ファイヤーコンボイ、俺だってサイバートロンだ。ゴッドマグナス。付き合ってやるよ。
それではスピードブレーカー、お前のエネルギーからもらうことにする。はぁ、来るんじゃねえ。スピードブレーカー頑張れ。あー、マグちゃん、ファイヤーコンボイ頼んだぞ。この星の子供たちを守ってくれ。俺のエネルギーを子供たちを悪に導くために使わせないでくれ。せいぜいほざけ。ああ、心配するな。何？そんなことにお前のエネルギーは使わせない。トランスフォーム。超巨大合体ゴッドファイヤーコンボイ。デビルギガトロン、1対1の戦いで私のパワーを奪ってみろ。スクラップ寸前のお前が何を言う。何か企んでいるな。企みなどない。力の尽きるまで徹底的に戦うだけだ。そうか、戻れナノバット。あ、助かった。よし、いいだろう。お前の望む場所、望む方法で決着をつけてやる。はい、デビルギガトロンを地底へ誘導する。なるべく深いマントルトンネルにネットをつないでいってくれ。ファイヤーコンボイ、まさか。地球のコアまで導いて、その超重力でデビルギガトロンを閉じ込める。そんなことしたらファイヤーコンボイまで出てこられなくなるわ。それしか奴のパワーを封じ込める方法はない。ファイヤーコンボイ、ダメだよ。命を守るのが正義でしょ。ファイヤーコンボイの命だって犠牲にしちゃいけないよ。ありがとう、ユウキ君。これからは君たち子供の手で地球の正義を守ってほしい。ファイヤーコンボイ。ファイヤーコンボイをこの星のために永遠の暗黒の中に閉じ込めちゃダメだ。世界中のみんな、君たちの心を、僕たち子供のすべての心を一つに。ブレイブマキシマスは真剣な思いに反応して起動するのよ。たとえエネルギーは空っぽに近くても、みんなの心のエネルギーが集まれば何か反応を起こすかもしれないわ。だからみんな、みんなの心のパワーを貸して。世界中のみんな、ブレイブマキシマスにみんなの真剣な思いを。ファイヤーコンボイ、どこまで行けば気が済むんだ。場所は選ばないんじゃなかったのか。それともおじけついたか、デビルギガトロン。ふざけるな、俺好きの熱や重力。ここがお前の用意した決闘場所か。そうだ、この超重力の中ではお前の動きも封じ込められる。ハッ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 ハ、浅はかな。何？わしの力を見くびるな。はぁ、はぁ、お前の目論みが裏目に出たようだな。地球の超重力と光熱がお前のパワーをどんどん奪っているぞ。ファイヤーコンボイ、頑張ってくれ。あんたなら不可能も可能にできるはずだ。頼むぞ。オイラも応援してるんだな。ファイヤーコンボイ、ファイヤーコンボイ、頑張って。ファイヤーコンボイ、ファイヤーコンボイ。デビルギガトロン、なぜお前は宇宙を支配しようとする。なぜだと。どうしたのプラズマ、何か変化が。わからない、でも不思議なパワーが。それは子供たちのパワーよ。みんなの真剣な思いが送られているのよ。そうだよ。我らトランスフォーマーは永遠の命を持つ。しかしそれはまた
過去の自分が永遠に続くということだ。何？この星の子供たちを見たか。純粋な心の持つパワーは未来を変えることができる。すごい、すごい、子供たちのすごいパワー。サイバトロンはその純粋な心のパワーを守ろうとしている。わしはそれを利用しようとしているのだ。宇宙の未来を、そして自らの未来を変えるためにな。この純粋なパワー、地球の中心にいるファイヤーコンボイに送ろう。わしたちには輝かしい未来はない。永遠を与えられた代わりに過去も未来も奪われた。しかし子供たちのパワーを使えば未来がつかめる。その可能性を感じさせてくれる。なんだこれは。この力は凄まじいエネルギーが私たちのエネルゴンマトリクスに共鳴する。お前にはまだそんなパワーが残っていたのか。デビルザウラ、お前の狙いは間違ってはいなかった。見ろ、お前が言っていたこの星の未来、子供たちのパワーの塊だ。子供たちのパワー、変身デビルギガトロン、スーパードットソード。この星の未来のパワー、そうだデビルギガトロン、お前の望んだ未来のパワーがお前を倒すのだ。クワクワ、究極の破壊神といえども未来の可能性にはかなわぬか。その通りだ。今の光はファイヤーコンボイだ。地球の中心部です。帰っちゃったのかな。違ったか。ファイヤーコンボイ。ねえファイヤーコンボイ、スピードブレーカーもワイルドライドもマッハラットも J4 たちもビルドマスターもアイちゃんもみんなまだ地球にいるの？ああ、正義を呼ぶ声あるところ、サイバトロンはやってくる。ほら、ほら、うら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 、今日も絶好調。ねえねえ、赤いボディの可愛子ちゃん、また。おや、そこのナンパスポーツか、逮捕する。交通ルールは守りましょう。安全第一だぞ。分かってる。お、フィールド隊員頼むよ。かしこまりました。いただき、もうは行こう。それはこっちのセリフだ。みんな遊んでないで落としなさい。サイバトロンのみんなはいつも僕たちと一緒にいるんだね。ああ、みんなの心と私たちの心が一つになっている限り、
デストロンガーたちはどうなったの？彼らは犯した罪によって裁かれねばならない。だからセイバートロン製のベクターシグマのところへ向かっているんだ。このファイヤーコンボイメ覚えておれよ。出前離れろ。そないなこと言われてもしょうがおまへんがな。ところでギゲルシャークの姿が見えへんで。そういえば一緒にベチャンコになったはずなのに。